太陽熱発電。太陽熱発電とは、太陽光を太陽炉で就航して、気力発電やスターリングエンジンの熱源として利用する発電方法である。太陽光発電よりも導入費用が安いほか蓄熱により24時間の発電が可能である。燃料を用いないため燃料費がかからないほかに酸化炭素を排出しない。太陽電池で発電を行う太陽光発電と、 異なり、太陽熱発電は、太陽光をレンズや反射鏡を用いた太陽路で就航することで、気力発電の熱源として利用する発電方法である。太陽光がエネルギー源のため今後、数十億年にわたり資源の枯渇の恐れがない、再生可能エネルギー利用の発電方法である。燃料を用いないために酸化炭素などの温室効果ガスを排出せず、 燃料費が不要であるため運転にかかる費用を低く抑えられ、有毒ガスの発生や燃料費高騰によるコスト上昇のリスクもない。高コストな太陽電池を使う太陽光発電に比べて太陽熱発電で使用する反射鏡の方が製造、保守の面で有利、エネルギー密度が低い自然エネルギーを利用するのにもかかわらず、エネルギーの集中可能、蓄熱により、 発電量の変動を抑えることが可能で夜間でも稼働できる。発電以外にも熱自体を利用することが可能。火力発電との共用が可能。大型、高電圧の交流発電機が使用可能なので系統力の送電網に乗せることにも都合が良い、など、主々の利点がある。太陽エネルギーを利用するにもかかわらず、 再生可能エネルギー特有の欠点をある程度克服することが可能である。夜間でも稼働できる反面、昼間の鈍天、雨天には効率が悪くなる。さらに、夏至、当時の昼間の差が大きい高緯度地域には向かない。そのため、低緯度の乾燥地域での建設が有効である。また、太陽光発電と異なり、スケールメリットが効くため、施設を大規模にするのが好ましい。 太陽熱発電に対する注目は砂漠を持ち広大な面積を有する国で高い。陸地が限られる用上の競合が多い日本ではあまり適さない発電方式とされてきた。その一方、近年では太陽光発電によるメガワット級のソーラー発電所の導入推進が見込まれる中で規模的には類似しておりかつ発電効率、 発電コストの点で同等以上の可能性を持つ太陽熱発電の合成について改めてフィジビリティスタディを実施し日本国内における導入可能性を再評価する動きも現れている。日本ではオイルショックによるエネルギー問題を契機に通商産業省が国家プロジェクトサンシャイン計画を1974年に策定しその一環として1981年に 香川県水戸豊郡に予兆、現、三豊市にター州公式と局面州公式の二つの方式の太陽熱発電システムの実証実験施設を建設した。それぞれの方式で1メガワットを発電し、世界で初めての太陽光熱発電の実証実験に成功した安定した出力を得られず実用化には困難だったため、 1985年に計画は中止された。この太陽熱発電の実証実験が行われて以来、日本では大規模太陽熱発電の実験は実施されていなかったが、2010年には東京工業大学、玉浦博教授の研究チームが山梨県に実験設備を建設する計画を発表した。国内では30年ぶりである。就航型太陽熱発電とは、 レンズや鏡や反射板を用いて太陽光を集光し、その熱で水を蒸発させることで蒸気タービンを回転させ発電する発電方式である。発電の原理は古典的な火力発電や原子力発電と同じものであるが、熱の発生に燃料の燃焼ではなく太陽熱を利用する。太陽光を得られない夜間には、 溶解塩等を用いた蓄熱による熱を利用する、他に燃料を燃焼させて発電するハイブリッド方式とすることも可能である。とは、平面鏡を用いて中央部に設置されたタワーにある集熱器に太陽光を集中させることで集光し、その熱で発電する発電方式である。中央タワー方式、集中方式などとも呼ばれる。数メートル四方の鏡。 数百枚から数千枚を用いて集められた太陽光を一箇所に集中させることができるため、摂取鮮度程度まで加熱することも可能である。一方で、正確に太陽光を集中させるためには、太陽の動きに合わせて鏡を正確に動かさなければならない。また鏡とタワー上部の周光器の間に光を遮るものがあってはならないため、 より多くの光を集めるにはタワーを高くしたり、鏡の設置場所を高い位置にすることが必要となり、それに伴い設備費も高くなる。と呼ばれる、平面鏡、太陽の動きに追従して、鏡の向きを調整する機構、それらを支える枠とで構成される、光を反射する装置と、タワー上部に設置された、収熱器、タワー下部の蒸気タービン、発電機、 複水器などで構成される。核ヘリオスタットで反射された太陽光がタワー上部の集熱器を加熱し、そこで加熱された液体、水、オイル、溶油塩などはタワー下部に送られ、水を蒸発させて蒸気タービンを回すことにより発電が行われる。蓄熱器を用いて昼間熱を蓄えておけば夜間の発電も可能となる。 他の就光型太陽熱発電方式のものにも言えることであるが、就光用の鏡は面積が大きく、風の影響を受けやすいため、その構造には相応の強度が求められる。トラフ式太陽熱発電、パラボリックトラフアマドイ型とは、曲面鏡を用いて、鏡の前に設置されたパイプに太陽光を集中させ、パイプ内を流れる液体、オイルなどを加熱し、 その熱で発電する発電方式である。パラボリックトラフ方式、分散方式などとも呼ばれる。タワー式太陽光発電と比較すると、高温の液体が移動する距離が長くなるため、熱損失が大きくなりがちであるが、タワーの一点に光を集中させる必要がなく、鏡を単純に並べることができるため大規模な施設の建設が容易である。各境において、 線上に集合し、パイプを流れる液体で集めた熱エネルギーを運搬するという形をとるので、温度は摂氏400度程度となる。そのためより低い温度でも効率的に発電できるタービンの開発なども求められている。光を線上に集合する曲面鏡とその前に伸びるパイプ、太陽の動きに追従して、それらを動かす気候。 高温の液体を循環させるポンプ、蒸気タービン、発電機などで構成される。各局面鏡で反射された太陽光が鏡の前を横切るパイプを加熱し、そこで加熱された液体、オイルなどが蒸気タービンに送られて水を蒸発させ蒸気タービンを回すことにより発電が行われる。蓄熱器を用いて熱を蓄えておけば夜間の発電も可能となる。 また、蒸気タービンを用いることを利用して、特に夜間やドン天地など、天然ガスなどの燃料を用いて、ガスタービンを回して発電し、その排気ガスの熱と太陽熱とを合わせて蒸気タービンを回すといった方法で効率的な発電を行うものもある。このような従来の火力発電と太陽熱発電とを結合したものは、ビスクス、インタグレイテッドソーラーコンバインドサイクル、 システムと呼ばれる。アンディスル太陽発電所は、スペインのグラナダのグアディクス近くのヨーロッパ発のトラフ型太陽発電所である。アンディスルは、ヨーロッパ発のトラフ式太陽発電所で、アンディスル1は2009年3月から稼働している。高度1100メートルの高地に設置され、砂漠気候のおかげで、年間日射量は2200キロワットアワー、平方メートルである。 どちらの発電施設も発電出力は50メガワットで年間約180である。それぞれの就航機の面積は51ヘクタール。敷地面積は約200ヘクタール。アンディソルは日中の熱を硝酸ナトリウム60%と硝酸カリウム40%の混合溶油事用に蓄熱する。夜やどん天時にはこの熱でタービンを駆動して発電する。 これにより年間の発電時間は倍になる。蓄熱量は1010メガワット H の熱で夜間や雨天時にタービンを約7点を時間全力運転することが可能である。蓄熱装置はそれぞれ全高14メートル、直径36メートルの溶融樹を貯めたタンク2機で構成されている。アンディスル1は電力を最大20万人に供給できる。アンディスル1の建設費は 約300、100万ユーロである。開発会社によると、アンディスルの 1kWh あたりの発電コストは0.271ユーロを見込んでいる。熱エネルギー貯蔵コストは 1kWh あたり50ベイドルで、アメリカの国立再生可能エネルギー研究所のグレック・グラツメイヤーによると、アンディスルの総費用の約5%である。スペインでは、太陽熱発電の電力は、 固定価格買取制度により0.27ユーロ、キロワット H で25年間に買い取られる。アンディスル発電所は、スペインの電力網が、夏季に空調設備の稼働によって、電力需要が頂点に達するときに助ける。アンディスルからの電力供給は、日中で午後に最大出力に達するので、電力需要に応じやすい。アンディスル1と、 アンディスル2の開発にはソーラーミレニアムと ACS が関わった。計画後、設計、建設は両者が分担した。アンディスル3はソーラーミレニアムとマンフェロストルの事業体が開発した。マークイサドソーラー SL は投資事業体でアンディスル3の取りまとめと運営を行う。アルキメデスプラントとはイタリアのエネアと アーカメディソーラーエネルギー社の技術を用い、シチリア島の白草近くで2010年7月に運用を開始した発電能力4.9メガワットのトラフ式太陽熱発電実証実験プラントでエネル社が保有、運用している。このプラントの特徴は集熱パイプ内に流す熱移動媒体としてオイルの代わりに蓄熱材として用いる。 硝酸ナトリウム、硝酸カリウムの混合溶油樹を流すことである。この結果、オイルでは摂三390度あった熱移動媒体温度を摂五550度まで上げることで発電効率を高くできる。媒体温度が高いので高発電効率のコンバインドサイクル発電を利用することが可能とな。熱移動媒体と蓄熱材が同じであるので、両者間の熱交換器が不要でこれにより、 建設コストを低減できるとともに、日々の運用時間を長くすることができる。このプラントは、鏡面積3万平方メートルの放物面鏡と5400メートルの収熱パイプで構成され、1年間の二酸化炭素、排出量を3250トン削減できる。エネルによると、このアルキメデスという名称は、第二次ポエニ戦争の時アルキメデスが白草を、 包意したローマの軍船に太陽光を集光させ、その熱で火災を起こさせて撃退したとの説話に元で名付けられた。ディッシュ式太陽熱発電とは放物局面上の鏡を用いて鏡の前に設置されたスターリングエンジンなどに太陽光を集中させ発電する発電方式。パラボラアンテナと同様の形状である。ディッシュ、スターリング方式などとも呼ばれる。 他の方式と比較すると、単体で機能する小型のシステムであり、必要となる土地面積も少なくて済むため、移動用の発電装置や送電が商業的に困難な離島や山間部といった地域での電力供給方法をしても期待されている。導入コストは高いものの、高いエネルギー効率が期待できるため現在開発が進められている。2008年に アメリカのサンディアスターリングエネルギーシステム社は総合電光率31.25%を達成したと発表した米国スタンフォード大学ではペテと呼ばれる光電効果と熱電子放出の相乗効果を組み合わせた熱電変換素子を開発した。この素子は理論上60%の変換効率が得られる。 ティッシュ式太陽熱発電機でスターリングエンジンの代わりにこの素子を取り付けて発電する装置を開発中で予備的な試算では45%の変換効率になるとの結果が得られた。太陽熱発電では光エネルギーを蓄熱し夜間の発電を行うことが可能であるが米国立再生可能エネルギー研究所 NL ではこの機能を利用して 電力網の不荷平準化機能を持たせることによって、太都エネルギーの利用拡大を進めることができるとする報告をまとめた。この報告によると、再生可能エネルギーを大量導入して、電力網に接続する場合、出力変動などの影響が大きくなり、系統電力が不安定化するという問題がある。特に、4月から5月にかけては、日射量が多くなり、 太陽光発電量が増える割に、電力需要はそれほど上がらないため、電力の過剰供給が起こる可能性がある。これを避けて、電力網のバランスを保つため、太陽光発電に対して、出力抑制を加えたり、蓄電システムによる電力貯蔵を行うなど、何らかの不可平準化が必要になる。レルの研究者、ポール・ベネルムとマーク・メイオスは蓄電システムとして、 太陽熱発電の蓄熱設備を用いる場合のシミュレーションを行った。シミュレーションの条件として、太陽光発電が全電力の15%、エネルギー貯蔵機能のある太陽熱発電が10%を供給するとした場合、太陽熱発電が設置されないとき、太陽光発電の出力は年間5%抑制差たが、設置される場合は、 年間2%に低下することが明らかになった。ソーラーアップドラフトタワー、ソーラー上昇気流タワーなどとも呼ばれる。太陽熱によって温められた空気の上昇による気流の風力を利用し、タワー内のタービンを回して発電する発電方式で、太陽熱発電とは全く異なる原理のシステムである。発電の仕組みは風力発電と類似のものである。 大気の加熱による上昇気流を用いるため、蓄熱により、夜間も含めた24時間の発電が可能である。構造は、温室に煙突をつけたものである。中央部に向け少しずつ高くなっていく円形の温室を持ち、内部の空気は太陽光によって温められて膨張し、軽くなった空気が屋根に沿う形で上昇し、中央の煙突から上空に排出される。 この時のキルを煙突内のタービンが受けて回転し、発電が行われる。ソーラーアップドラフトタワーの発電力は、太陽光の強さ、温室部分の大きさと煙突の高さによって決められる。上空ほど気圧が低いため有利であるが、太陽光の強さを一定とすると、より広大な土地とより高いタワーの建設がより、効率的で大きな発電につながる。 構想になるほどタワーの建設に費用がかかるが、他の方式と同じく燃料が不要なため運転にかかるコストは低く抑えられる。ソーラーアップドラフトタワーのプロトタイプは1980年代初頭にスペインで建てられたものである。このソーラーアップドラフトタワーはおよそ195メートルの高さと4万平方メートルを超る集航面積を持ち、 最大5 0ットほどの出力を得ていた。8年間発電を行い、1989年に閉鎖された。英語版、ウィキペディアのお参照のこと、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。